みなさん、こんにちは。しおりみーチャンネルのしほほです。はい、ということで今回はね、私が2学期から使う筆箱を紹介をしていきたいと思います。いや、待ってました。待望の企画ということで今回ね、こちらのもうすけすけのもいやなんていうの、ビニールポーチっていうの、まあこんな感じの筆箱を使います。なんか表がすごい透明すっげすけで、後ろにね、なんかこう模様っていうの、デザインっていうの入ってます。前回私この筆箱使ってたんですけど、超好きで、この筆箱がこれを超えるのがあるのかなと思ってたんですけど、ぶっちゃけね、超えてないです、まだこれは。けどこれを超えるものがなかった、お店にで、そうなのそれでもね、変えたいって気持ちがあって、で、流行りのにしました、なので。なるほど。流行りに乗る女です。はい、ということで。なのでね、今回ね、すごい、なんていうの、すごいね、そう、シンプル。そう、シンプルなんで、今回ね、中身もすごいシンプルにしました。はい。もうこの中はもうガラガラガラだったんだけど。うん、まず、鉛筆が、この、無印で買った、この木っていうのかな、木デザインの鉛筆です。はい、こちらね、そうなんです、普通の鉛筆なんだけど、書きやすいじゃない、これ六角鉛筆でさ、これ六角なの、うん、見えるかな、めっちゃ六角でさ、超持ちやすいし超書きやすそうなのね。やばい、この前のね、無印良品の購入品紹介でね、はい、あれはリミちゃん用で買ったんだけどいつの間にかしほちゃんが使ってるという、まあ、あるあるですね、あるあるです、姉妹あるある、私だけだから、姉妹あるあるです特にしほちゃんリミのものを使っちゃいます。だってリミ使わないんだもん、もったいないじゃんものがね。で、キャップがこの前イオンで買ったキャップです。新学期準備でね、買い物した時ね、はい、で買ったキャップなんですけど、こちらね、白と透明と半透明のね、3種類あります。めっちゃ可愛いよね。222で入ってました。全6本です。で、鉛筆はもう置いといて抜きました。で、次にね、定規です。これもキャップと下敷きと同じタイプのなんですけど、見て、真っ白でしょ、もう背景と同化しちゃって全く見えないね、こんな感じでこれも可愛いよね。私前回使ってたのが無印の真っ黒いやつだったんですよ。これでも良かったかなと思ったんですけど、筆箱が白かったので白い定規が欲しかったんですね。なのでちょうどぴったりで良かったです。はい、で次にブロッキーです。これは名前ペンなんですけど、私ブロッキー大好きで、4年生ぐらいかな、4年生からもうずっと使ってて、マジでブロッキー大好きなんだけど、これ1個難点があって、これ水性だから、もし油性、もし弾いちゃったら油性じゃないとダメじゃん。だから友達に油性ペンを借りるっていうね持ってきてる意味がないっていうね。でも可愛いんで、けどさ、女子ってさ、なんでもが可愛い可愛い可愛いって言うじゃん。私はこれを心の底から可愛いと思ってます。皆さん可愛いです次行きましょう。次は赤鉛筆でなんだけど、これね、私赤鉛筆買うの忘れちゃって、短いのしかなかったのね、家に。だから明日買えたら買おうかなぐらい。まだだって赤鉛筆使うのもまだ3日4日あるし、期間がね。だから別にまた後で買ってもいいかなと思ってます。今のところ家にこれしかないんで、これを持ってきます、一応。はい、はい、でも2学期なんで別に新しい教科書が入るよとかでもないので、別にね、そこまでしなくてもいいかなと思ってます。で、最後は消しゴムです。消しゴムは安定のモノ消しでございますということでね、以上になります。はい、一回しまいますね。はい、ザリガニの方がやっぱ上なんだ、まだ上。へえ。
どう考えてもザリガニ風呂で、まだそうなんだ、可愛すぎた、汚いもんね、落ちないんだよね、落ちないんだよ、もう洗っても洗っても落ちなくて、すごい困ってるすごいえ、それみんなに何か言われないの、何そので何そのザリガニとか、しばらくね、しばらくね、議論が行われてて、うん、これはザリガニなのか、ロブスターなのか、エビなのか、みたいなのがすごい、なんていうの、討論っていうの、うん、議論されてて、うん、私はもうずっと、いやこれザリガニだから、と言いながら、へえ、みんなでワイワイやってたの、超楽しかった、超楽しかった、よかったね、話題になって だけどなんか話題性とかじゃなくて、ただ単に可愛かったから使ってたんだけど、まあね、みんなから愛されてたんだよ、この絵、そっか、ザリガニ悲しいかな、みんな、やばい、エビって言おうとしちゃった、ザリガニみんなからじゃあ可愛がられてた、みんなからなんか、こんなピンクのザリガニいるのみたいな、ロブスターじゃねえみたいなこと言われながら、へ、楽しかったな、また早く会いたいわ、みんなと明後日から学校です、はい、ということで、はい、今日はね、2学期から使う筆箱を紹介しめました、はい、ということでね、まあザリガニ超えのものがいたらね、また変えたいと思うので、その時はまた動画にするので、ぜひ見てください、はい、ということで、それではバイバーイ、バイバイ。